34回の裏、崇徳高校の攻撃は6番ショート島川君。Thank you.
だよね。最後の判定について説明します。スクイズプレーが行われまして、ランナープレーになりました。タックに行きましたけれども、ランナーは、走路をはみ出しましたのでラインアウトとします。三振並びにランナーを転倒します。以上です。失礼いたしました。43回の表中京高校の攻撃は